恩衆の際。ついに鬼を退治した。手が姿を現した。地獄に落ちろ。鬼の真の像はクリスと動きを止めた。腹を落とせぞ。クロードが満たされることになる。やっと休めるわ。近づくにつれ大地が大きく揺れ、闇ガラス
づいて。すらない。恐るべき敵がクロードに迫る。最後の敵が倒れ、クロードは息をついだ。
なる敵勢が姿を現した。敵の息はまだくじけていなかった。さらばだ。クロードが満たされることはなかった。鬼の命の灯火は静かに消えていった。地獄に落ちろ。切っての戦士でさえクロードの前に敗れ去った。リオの分身は深手を追い消えていった。
頼みとした仲間は刃の錆となり果てた。クロードは倒れたが、かろうじて息をしている。クロードは持てる力を出し尽くした。敵の息はまだくじけていなかった。ミオの群衆は仲間とのつながりを絶たれた。黄泉の国へと送り返した。雑魚どものくせに。イオの勢は諦めることを知らない。
されることはなく。神は深手を覆い消えていった。最後の一人を切り捨ててクロードは束の間ではあるが安らぎを味わった。この敵は逃げも隠れも専用だ。イオの分身は仲間との繋がりを断たれた。鬼はこの世に別れを告げた。手強い敵どもを打ち倒した。だが誠の勝利へと至る道は長く、さらなる敵が待ち受けている。